広末涼子二十六26年目の決別、事務所大所も、鳥羽修作シェフとの結婚はない、話の背景オファー多数、女優、広末のブランド力。2月16日、俳優の広末涼子四十三が43、が26年間所属した芸能事務所、フラーム、を退社して独立することが発表された。広ロは、 アーティストのキャンドル淳氏50と結婚していたが、2023年6月に人気シェフの鳥羽修作氏45とのダブル不倫が、週刊文春文芸春秋の報道で発覚。広末は無期限活動休止処分になり、広末は淳氏と同年7月に離婚し、子供3人の親権は広末が持つことになった。広末は個人事務所、 株式会社 RH を立ち上げて、公式サイトとインスタグラムも開設。